本周辺国が日本本土を攻撃できる弾道ミサイルは質量ともに多数存在しており、弾道ミサイル防衛能力の向上は喫緊の課題となっているよな。北朝鮮や中国、ロシア、日本は大きな軍事力を持った国々との間に問題を抱えているもんね。防衛省は弾道ミサイル攻撃から国民の生命財産を24時間365日守り抜くための能力を抜本的に向上させることが可能であるとしてイージス・アショア2機を導入すると2017年に決定したよ。さて今回は、次期最大級護衛艦イージスシステム搭載艦について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、イージスとはギリシャ神話の女神アテナが用いる盾のことだね。しかし、2020年12月18日、諸問題点を解決できずイージス・アショアの配備を断念し、これに変えて、既存のイージス艦よりもはるかに高い迎撃能力を有するイージスシステム搭載艦2隻を整備すると発表したんだ。敵が発射したミサイルを迎撃するだけでは確実な防衛はできないからな。敵はミサイルを保有するだけ撃てるんだから、長期決定を盤石のものにするため2022年12月16日に敵のミサイル発射基地などを叩く、反撃能力の保有を明記した国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画の防衛3文書が閣議決定されたよ。日本の周辺では北朝鮮がミサイル発射を繰り返し、ロシアはウクライナを攻撃しており、いつ矛先を変えるかわからないもんね。ウクライナを攻撃する前に、日本を攻撃する案もあったと報道されているほどだし。中国の軍事力の整備は特に進んでいて、日本は最悪の事態も見据え、迎撃だけの防衛から反撃能力を保有する防衛へと、安全保障政策を大きく転換したってわけだな。反撃とは、敵が日本を攻撃したその手段を叩き潰して、再度の攻撃を阻止することだね。敵の攻撃を理由に敵地攻撃をすることではないから、限定目標の攻撃になり、攻撃してきた敵の手段に反撃する手段は、対ミサイル攻撃、対電子戦、対艦攻撃、対空攻撃、対地攻撃、将来的には対衛星攻撃に発展すると思うよ。対電子戦、対艦攻撃、対空攻撃、対地攻撃、対衛星攻撃についてはそれぞれの専門部隊が実施すべきで、イージスシステム搭載艦は飛来するミサイルの迎撃とミサイル発射母体に対する反撃を専門に実施する護衛艦であるべきなんだ。日本の周りは海となっていて、敵のミサイルは海を渡ってくるよね。渡ってくるミサイルとその発射母体を撃滅することがイージスシステム搭載艦の任務ってわけ。2022年12月16日ウクライナは電力不足により全国で緊急停電を実施していて、ロシアが撃った98発のうち60発は迎撃したんだけど、撃ち漏らしたミサイルが電力設備を破壊したんだ。ウクライナの送電網はこの日まで2000発以上のロケット弾とミサイルによるロシア軍の攻撃で大きな被害を受けたと、送電網運営会社ウクルエネルゴが発表しているよ。迎撃ミスはないようにしてもらいたいよね。訓練、整備などのために常時周辺海域で任務遂行できる艦数は限られてしまい、イージスシステム搭載艦2隻では到底足りないよな。敵の弾道ミサイルの弾道の下に位置しないと迎撃は難しいぜ。日本の周りで常時警戒し、確実なミサイル防衛を実施するためには、警戒常駐海域を日本海に最低2カ所、東シナ海、太平洋の計4カ所以上を設定する必要があり、各海域に常駐、訓練、補給整備をローテーションで行うと3隻は必要になってくるんだ。またミサイルの再補給は洋上ではほとんどできず、港へ帰らなければならないよ。太平洋に1カ所は少なすぎるけど、太平洋への敵艦艇の進出は事前に把握できるだろうね。つまり4プラス海域に3隻で、計12以上のイージスシステム搭載艦を保有する必要があると思うよ。海上自衛隊は令和4年時点で既存のイージス護衛艦を8隻保有しているんだけど、これらの艦は本来的に護衛艦隊の対空防護任務を遂行する艦で、外洋で活動するんだ。日本本土を弾道ミサイルの攻撃から守る任務を遂行する艦として初めて、イージスシステム搭載艦が整備されることになったってわけだね。
2500年前の中国で書かれた兵法書孫子は敵を知り、己を知れば百戦危うからずと説いていることからも、まず、日本本土を攻撃してくる可能性のある日本周辺国の弾道ミサイル、巡航ミサイルの主要なものについて見ていこうと思うんだけど、ロシアの超音速対艦巡航ミサイルツィルコン等の対艦、対空、対戦ミサイルは除いているよ。まず、中国が日本本土攻撃に使用することができるミサイルなんだけど、中国及びロシアは、極超音速滑空体 HGV 及び極超音速巡航ミサイル HCM をはじめとする極超音速兵器を開発中みたい。マッハ5を超える極超音速兵器は弾道ミサイルよりも飛行高度が低く、複雑な軌道を取ることができるため、探知、揚撃が困難になるんだ。中国は弾道ミサイルに加えて、巡航ミサイル YJ-18 を開発しました。YJ-18 は固体燃料ブースターで発射し、ターボジェットエンジンで巡航し、週末は固体燃料で速度を上げ目標に到達する機能を持っていて、さらにまた、中国は YJ-18 を発展させた CJ-100DF-100 東風100を開発しており、このミサイルはターボジェットをラムジェットエンジンに変えて速度を上げ、射程も伸びているみたい。中国、ロシア、アメリカも極超音速兵器の開発と配備を進めており、弾道ミサイルに加えて巡航ミサイルも日本の安全保障にとっては大きな脅威となってきたな。今や、極超音速兵器により日本の安全保障環境は劇的に変化していて、低空軌道を飛ぶ巡航ミサイルや極超音速ミサイルの迎撃はかなり難しいぜ。中国の人民解放軍は1966年に編成した戦略ミサイル部隊である第二砲兵を2015年にロケット軍と改名していて、日本を射程に収める信用基地には、射程距離1750クム以上の DF-21 や DF-31 が多数配置されているんだって。2022年8月に中国が行った軍事演習で、与那国島から 80km の地点に弾道ミサイルが落下していて、2020年からロケット軍は戦略抑止能力強化のための長期近代化計画を進めているよ。2020年だけで250発の弾道ミサイル実験訓練を行っており、これは中国以外の全ての国を合わせたものよりも多いんだよね。米国防長官府が発表した中国の軍事力に関する年次報告書2021によると、弾道ミサイルのうち射程線から 3000km 程度の準中距離弾道ミサイルを中国は600発以上保有しているとされているみたい。次に北朝鮮が日本攻撃に使用することができるミサイルだけど、北朝鮮は各種の弾道ミサイルの実験を繰り返し、日本を射程圏に収める弾道ミサイルを多数保有しているんだ。北朝鮮は2022年11月18日、片で世界最大級の大陸間弾道ミサイル火星17号の発射実験に初めて成功していて、この火星17号は最高高度 6040.9km まで上昇し、宇宙ステーションの高度は約 400km で15倍以上の高さまで上がっていて、2022年3月25日北朝鮮は、火星15号を、高度 6000km に達し1時間以上飛行した後、日本の排他的経済水域 EEZ 内に落下させているよ。また、10月4日には、火星12号を発射し、日本の東方約 3200km の太平洋に落下させていて、飛距離は 4600km、最高高度は 1000km と推定されているんだ。北朝鮮のミサイルが日本上空を通過するのは2017年9月15日以来、5年ぶりで7回目となっていて、北朝鮮の技術が一層進んでいることが伺われるよ。次にロシアが日本攻撃に使用することができるミサイルだけど、ロシアは多種類のミサイルを製造しているね。中でもカリブルは今後数年間、ロシアの長距離攻撃の主力となると言われており、陸上攻撃型は諸情報を総合すると、米国のトマホークに近い性能を持っているぜ。対艦攻撃型の終末弾道は超音速で、致命的な兵器となり得るな。また対戦型もあり、魚雷発射艦から発射する対戦ミサイルのスタンダード版になるとされているよ。発射母体は地上の発射台付き車両 TEL、艦艇、航空機、潜水艦で、
陸上攻撃型である 3M14J と 3M14KNAT を呼称 SSN30A は、射程が最低でも 1500km を超え、かつ地形追証も可能なんだって。北朝鮮が火星17号の発射実験に初めて成功した2022年11月18日に、ロシアは RS-28 サルマトサタン2の実験に成功したと発表していて、プーチンが2018年の年頭教書でアバンガルドは隕石あるいは火の玉のように目標に到達し、ミサイル防衛システムはもはや無力であると発表しているよ。このアバンガルドは RS-28 サルマトに搭載、搬送され、目標の近く約200クムで切り離されマッハ20以上で目標を攻撃する極超音速滑空からだね。さて、防衛省は令和5年度予算案にイージスシステム搭載艦の設計費やエンジン取得費を予算要求していて、構想ではイージスシステム搭載艦の基準排水量は約2万2000トン、全長約210メートル、全幅約40メートル程度として検討しているみたい。基準排水量約2万トンは出雲型とほぼ同じで、最新イージス艦マヤ型の2倍以上で、出雲より大きく、戦闘艦としては非常に大型の艦艇になる見込みだね。イージスアショアで配備する予定だった米ロッキードマーチン社製の大型レーダー SPY-7 を転用する前提で、既存のイージス艦レーダーより重いため、重心のバランスを取る必要があり、船体が巨大化するとのことだよ。同省は船体の大型化で揺れを低減し、極超音速兵器への対処やレーザー兵器の機能を追加できる拡張性を備える利点があるとしているんだけど、この大きさでは速度が 33km 毎時18ノットしか出せず、他の護衛艦が 56km 毎時30ノットで行動するときついていけないし、護衛艦の足手まといになるんだよね。既存イージス艦8隻など他の自衛艦との連携や共同運用も当然できなければならないからな。イージスシステム搭載艦は陸上のレーダー施設とともに敵にとって最優先撃滅目標で、日本本土を狙ってミサイルを発射しても途中でイージスシステム搭載艦に撃ち落とされたらミサイル発射の意味がないわけだから、敵はまずイージスシステム搭載艦を撃破しようとするだろうね。したがってイージスシステム搭載艦には護衛のための護衛艦がつく必要があり、護衛がついたとしても、時間にも対空、対艦、対潜水艦船能力は必要で、ソナーやヘリコプターも今や不可欠なんだ。日本近海で行動するにしても、護衛してくれる護衛艦がついていない状態で単独行動をすることは無茶で、その点から、イージスシステム搭載艦は、当初案より小型化し、機動力を高め既存イージス艦と同等の各種船能力機動力を保持するよう計画されているみたい。当初計画の乗員約110名、この人員は既存イージス艦の約3分の1だけど、この乗員でこの艦の能力発揮ができるのかな。一部乗員は陸上自衛艦で構成され、艦船の維持運用に一部民間委託も検討されているらしく、長期防衛力整備計画に定められた陸上自衛隊から共同の部隊、海上自衛隊と航空自衛隊へ振り返される約2000人の定員はイージスシステム搭載艦要員にも充てるとの方針が示されているぜ。前述の防衛3文書のミサイル防衛に関連する部分を要約すると次のようになるよ。前述の防衛3文書のミサイル防衛に関連する部分を要約すると次のようになるよ。日頃から、相手国に力による一方的な現状変更は困難であると認識させ、侵略の意思を抱かせないようにする抑止力が必要である。侵攻を抑止する上で鍵となるのは、脅威圏外の離れた位置から対処を行えるスタンドオフ防衛能力等を活用した反撃能力であるよ。既存のミサイル防衛だけで完全に対応することは難しくなりつつある。この反撃能力については、1956年2月29日に政府見解として、憲法上、誘導弾頭による攻撃を防御するのに、他に手段がないと認められる限り、誘導弾頭の基地を叩くことは、法理的には自衛の範囲に含まれ、可能であるとしていたよ。しかし、日本はこれまで反撃能力を政策判断として保有してこなかったんだ。脅威圏外から対処する能力を強化するため、一蓋式地対艦誘導弾能力向上型地上発射型、艦艇発射型、航空機発射型、
当初防衛用高速滑空弾及び極超音速誘導弾の開発施策を実施継続するんだ。イージスシステム搭載艦には大気圏外で弾道ミサイルを迎撃する RIM-161 スタンダードミサイル 3SM-3 だけでなく、大気圏内容で巡航ミサイル迎撃にも使える RIM-174 スタンダードミサイル 6SM-6 も搭載する計画で、また反撃に使用する装備品として一蓋式対艦ミサイル能力向上型艦上発射型を搭載する方向なんだって。また既存イージス艦に搭載する米国製の巡航ミサイルトマホークの購入を目指しているみたい。火星17号を迎撃する場合を例にとると、弾道ミサイル迎撃用 SM-3 ブロック 2A の迎撃最高高度が 1000km、最低高度が 70km とされていて、6000km から弾頭が誠空中を自由落下すると仮定すれば、高度 1000km から 70km は90秒となり、SM-3 ブロック 2A は90秒間にミサイルを迎撃しなければならないんだ。反撃のために TEL を一蓋式対艦ミサイル能力向上型で攻撃するとすれば、TEL はミサイル発射後すぐに移動するから、ミサイルを発射した TEL を撃破するとなると非常に難しい任務だね。情報衛星や全国各地のレーダーが捉えた情報を集約するジャッジと呼ばれる自動警戒管制システムとの連携が不可欠だな。中国のミサイルが100発単位で放たれ、飽和攻撃をされたら、イージスシステム搭載艦が搭載する迎撃ミサイルの数では到底足らない状態で、この点からもイージスシステム搭載艦と他のイージス艦や航空機との連携は不可欠なんだよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。日本が立地する極東アジアは、世界有数の軍事力を有する国々が対立関係にある世界的にも稀有地域だよね。日本にとっての主な対立国は中国と韓国になるのかな。北朝鮮も外せないよな。何にせよ、総じて過激なスタイルは否めないぜ。だからこそ、日本も比例して軍備を整える必要が出てきちゃうもんね。本当にそうだよね。さて今回は上述した部分を踏まえて、日本の最新鋭護衛艦最上型多機能護衛艦について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。軍事力ランキング2019年度版では、中国3位、日本6位、韓国7位、北朝鮮18位、台湾22位5カ国は、世界的にも上位に位置しており、中国と北朝鮮は強大な軍事力と核保有によって、周辺国 A に対して威圧を強めている状態だよね。直接的な脅威の少ない西欧諸国は軍縮を進め、軍の弱体化が進行しているけど、極東アジアは主要西側諸国とは異なり軍拡が広がっているんだ。そのような中、中国からの圧力が日増しに強まり、中国海軍に比して数的劣勢を強いられる海上自衛隊は、質的な優位性を確保するべく、沿岸防衛を担う地方隊に所属する旧型護衛艦の後継艦として、新型護衛艦の大量建造に踏み切ったよ。それが、最上型多機能護衛艦 FFM だね。最上型護衛艦は、近年の米海軍での軍艦開発の失敗を教訓として活かし、海上自衛隊の課題人員不足予算不足にも対応すべく開発された護衛艦となっているよ。米軍において、低コストかつ多目的に運用可能な軍艦として、LCS 沿海域戦闘艦が開発されたんだけど、LCS はフリーダム級とインディペンデンス級の2種が建造され、この艦は、多種多様な任務を遂行できるように複数の装備をモジュール化総海装備対水上戦装備対潜水艦戦装備し、任務に応じてモジュールを付け替えることで、5つの艦で様々な任務に対応しようとしたんだ。これが成功すれば、総海艦などの専用艦を廃止することでコスト削減につながり、5つの艦種で多様な任務を遂行することが可能となることで、戦力の柔軟な運用が可能となるはずだぜ。この LCS の運用思想は、中小国規模の遥かに格下の軍隊に対応する場合やテロリスト相手の不正規戦闘など、低強度紛争への対応を主眼としたものだったけど、2010年代以降、実際には、ロシア軍の復権、中国軍の台頭により、正規軍同士の高強度紛争への対応力が問われることとなり、
満載排水量が3000トン前後の小型で貧弱な武装した持たない LCS は、実戦では使い物にならない代物となってしまったんだよね。さらに LCS の肝であるモジュール化した装備の付け替えについても開発費用の高騰、モジュール装備の付け替えの困難さ、設備の整った港でしか付け替えができないなどにより、実運用に耐えられるものではなく、2014年2月に LCS 建造計画は中止となったんだ。日本においては、最上型護衛艦の建造計画当初は、米国の LCS のような艦を検討していたけど、米国の失敗を目の当たりにして仕様を変更していて、米国の LCS ほどには冒険をした設計をせず、堅実な内容の設計としたんだ。しかし、堅実であるとは言っても日本が誇る護衛艦建造技術の域が集められて設計された艦だから、世界でも最先端の戦闘艦となっているよ。日本の技術力って本当に誇らしいよね。最上型護衛艦は、海上自衛隊にて運用されている DE。近海及び沿海域での防衛警備を担当する小型護衛艦阿武隈型護衛艦6隻の後継として、基準排水量3000トンクラスの護衛艦として計画がスタートしており、既存の DE よりも多様な任務に対応可能なようにコンパクトでありながらも、従来の護衛艦にはなかった多機能性に重きを置かれており、これまで使用していた艦式号の D イコールデストロイヤー駆逐艦対戦対空対水上戦闘が可能な、中型から大型戦闘艦を艦せず、新たに FFM という F イコールフライゲートイコールフリゲート艦対戦防空能力を有する、揚陸部隊や小船弾頭の護衛を任務とする中型から小型戦闘艦を艦する、今までにない新しい護衛艦として誕生したんだ。最上型護衛艦は、平成30年度中期防衛力整備計画31中期防に2隻の建造が承認され、それ以後毎年2隻ずつ建造されていき、予定では、地方隊に所属する阿武隈型護衛艦及び朝霧型護衛艦を全て代替するために22隻の建造を予定しているよ。そして、一番艦のタイプシップ最上は、三菱重工業長崎造船所において、2022年3月に偽装が終了して収益する予定となっているみたい。この F を艦する艦式号が付与された護衛艦を海上自衛隊が保有するのは、戦後米海軍から貸与されたタコマ級フリゲート艦を元として運用された。クス型護衛艦が除籍された1972年3月以来、50年ぶりの出来事となるぜ。この最上型護衛艦は、基準排水量3900トン満載排水量5500トン、全長 133.0 メートル、全幅 16.3 メートルと比較的コンパクトな艦体となっており、燃費効率の高い CODAG 方式による機関を採用して最大出力7万馬力を有し、最大速力は30ノットとなっているよ。建造費については、1隻あたり約460億円で、通常の護衛艦の建造費の3分の2となっているんだ。日本は技術力は確かなものだけど、その分コストがかかっちゃうのがネックだからね。その辺を課題として取り組んでいけば、文句なしで世界トップクラスになるよ。比較として、最新の汎用護衛艦である朝日型護衛艦2018年収益のスペックとしては、基準排水量5100トン満載排水量6800トン、全長151メートル、全幅 18.3 メートル、となっており、一回り以上小型の艦隊となっているね。建造費用も701億円であり、最上型は朝日型の約 66% の費用で建造されたことになるんだ。なお、1988年に収益した朝霧型汎用護衛艦の満載排水量は4900トンであり、現在建造が進む FFM 最上型護衛艦よりも汎用護衛艦でありながら小型な艦隊となっていたんだ。これは、現用の汎用護衛艦は高性能な機器や武装を多数装備することを可能とするために大型化してしまったことが要因であり、汎用護衛艦の大型化によるコスト高が新たに FFM という艦種を生み出した要因の一つでもあるよ。最上型護衛艦の外観上の特徴としては、ステルスマストが採用されていることであり、これはメインマストとマストに設置する機器をカバーで覆うことでステルス性を高めたもので、2000年代より諸外国の戦闘艦で採用が進んでいるんだ。ミリタリーファンからは、ステルスマスト採用艦はどれも似たような艦形となっており、艦ごとの個性が乏しくなっているとの意見が聞こえ、その受けは良くないようだな。最上型護衛艦は、この他にもステルス性を高めるために、艦体全体のレーダー反射面積 RCS の低減を意図したデザインを多く採用しており、
主艦隊と上部構造物には傾斜が付けられており、前甲板から飛行甲板下の5端までナックルラインとなっているね。また、上甲板における装備の配置は、これまでの護衛艦からは大きく異なっており、これまでは前甲板に設置されていた東洋病関連の機器や偽装は艦内配置とされた他に、上部構造物を両舷いっぱいに張り出すようにデザインされており、両舷に設置されていた上甲板の露天通路が艦内設置となっているよ。搭載兵装としては、62口径5インチ速射砲1門、RWS 遠隔操作式無人重火式 12.7mm 機関12機、シーラム近接防御火器1機、人7式 SSM 艦対艦誘導弾4連装発射筒2機、324mm 3連装単魚雷発射艦2機となっており、後日装備予定として、マーク、41VLS16 セルを1機搭載が予定されているみたい。VLS が後日装備扱いとなったのは、建造時には搭載予定の国産の新型アスロックが完成していなかったため、新型アスロックが完成次第、VLS を装備することとしたんだ。また、朝日型護衛艦より採用された、複数の艦で共同して潜水艦を探知する機能であるバイスタティックオペレーションが可能となっており、従来探知が困難であったステルス性を有する潜水艦についても、その探知能力を飛躍的に向上させているぜ。艦載機としては、SH-60 軽哨戒ヘリが1機搭載可能となっており、対水上対潜水艦戦闘に主眼を置きつつ、対空戦闘能力は艦載砲及び近接防御火器に依存した限定的なものになっているよ。対空戦闘能力が最小限となっているのは、同艦は日本沿岸部の防衛及び警備で使用することを想定した艦であるため、敵航空戦力の迎撃については、航空自衛隊の防空能力に任せた方が理にかなっているということであると思われるね。そして、他の護衛艦にはない最上型独自の特徴として、大気雷戦能力を有していることなんだ。そのため、現在海上自衛隊が進めている、掃海部隊の削減によって生じた大気雷戦能力の低下を最上型護衛艦にて補完することを目指したものだね。最上型が有する大気雷戦装備は、大気雷戦ソナーシステムの99911が搭載され、機雷の排除には、無人機雷排除システム水上無人機 USV と機雷捜索用の無人機 UUV、栄光型掃海部を使用することとなっており、安全かつ確実に機雷を排除できるよう最新の装備が搭載されることになっているよ。また、この機雷捜索用の無人機 UUV は、自立型水中高層式機雷探知機 OZZ5 が採用されており、制御は自立駆動となっており、これまでよりも広範囲の捜索が可能になっているほか、サイドスキャンソナーとして高周波低周波合成開口ソナーを採用しており、これによって高周波にて小型ステルス化した機雷を探知し、低周波では泥質海底に埋没した機雷を高精度で探知できるようになっているんだって。このほか、情報統合システム CUNISR として、艦船運航システム、艦船維持管理システム、艦内外通信システム、指揮統制システム、各種武器システムなどをオープンアーキテクチャ OA 化して、それを標準化されたネットワークシステムへ組み込む形でシステム構成がなされているぜ。これは、今後、艦の兵装やシステムをアップデートしていくことを前提にシステム設計がなされているということであり、当初は最低限度の装備ベースラインで収益していき、その後、状況によって順次追加装備やシステムアップデートを行うことで、その時代に即した能力向上を容易に実現できるようになっており、艦の陳腐化を防ぐことを狙っているな。そして、最上型は他国の同規模の艦と比較しても大幅な小人員化が図られており、定員は90人となっているんだって。また、女性専用区間も設けられており、慢性的な人員不足に悩まされている海上自衛隊にとっては非常に有用な艦となっているってわけ。さらに乗組員もクルー制を採用しており、3隻に4組のクルーを配置することで、1組を休養に当てたとしても残り2組が訓練及び運用に当たることで、艦の運用効率を高めつつ、確実に艦の整備も実施できるとされているよ。機能性はもちろんだけど、乗組員のことまで考えて、細かい部分にまで気を使っているのが日本らしいよね。今回の最上型での精進化、省力化、コスト低減などは、米国の LCS での取り組みを日本版にアレンジして試しているという見方もあるんだ。米海軍では LCS の価格高騰、能力不足によりその取り組みは失敗に終わったけど、米軍とは違い、近海防衛任務を主とする最上型であれば、LCS のコンセプトに合致する可能性もあるため、最上型の今後に注目が集まっているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。
2020年11月末日にアメリカ海軍は、同年7月に発生した火災事故によって、今後の動向が中止されていた強襲揚陸艦ボノムリシャールを正式に退役処分とすることを決定したよ。やはり退役に決定したんだね。アメリカの損失は凄まじいものだと思うよ。事故で大事な揚陸艦を失うなんて、低体ダメージだよね。さて今回は、ボノムリシャールが火災事故により廃棄退役処分が確定したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。強襲揚陸艦ボノムリシャールの火災事故は、同艦の定期メンテナンスと短距離離陸垂直着陸が可能な、新型機 F-35 ライトニング2戦闘機 B 型の運用に向けた改修工事中に起こったんだって。アメリカ海軍当局は事故後に容疑者として強襲揚陸艦ボノムリシャールの乗組員を拘束。未だ取り調べ中と見られているが現状この人物によって故意に引き起こされた人為的なものと思われるよ。この強襲揚陸艦ボノムリシャールの件に続き、ワスプ級強襲揚陸艦のキアサージ、ジェラルド・フォード級航空母艦のジョン・F・ケネディでも火災事故が起きており関連性も疑われているみたい。ただこれらの中でも強襲揚陸艦ボノムリシャールが被った被害は甚大であり、沈下まで4日間以上にわたって延焼した船体は全体の6割以上に及ぶダメージを受けた状態だったというらしい。アメリカ海軍としては強襲揚陸艦ボノムリシャールの火災事故発生から4ヶ月の間に、今後の同艦の処遇について検討を進めた結果、今回の廃棄退役処分との結論に至ったものだとなっているよ。ここまで以後の対応としては1強襲揚陸艦として原状回復をする、2他の用途の艦艇として回収をする、3廃棄退役処分とすることの3点が検討されたが、結論としては3に行き着いたんだって。その3の廃棄退役に行き着いた理由は何だったの？その理由としてまず1の強襲揚陸艦として原状回復をする場合には、回収に必要なコストはおよそ2600億円から3300億円とされ、さらに少なくとも5年以上の期間を要すると見積もられたんだよ。これが採用されなかったのは、ボノムリシャールに値する強襲揚陸艦を新たに建造する場合でも、そのコストはおよそ1600億円前後であり、回収に必要なコストの約半分以下なためだったとなっているよ。2の他の用途の艦艇として回収をするという案が却下されたのも同様の理由であり、強襲揚陸艦ほど複雑ではない艦艇に回収する場合でもおよそ1100億円前後は必要になり新造の方が安価と判断されたんだよ。ここでの他の用途の艦艇とは具体的には病院船、潜水母艦、補給艦等々が想定されたと思われるが、いずれにせよボノムリシャールの回収より安価で新造することが可能だとみなされたらしいな。結果最終的に3の廃棄退役処分とすることが選択された形だけど、無論この場合も解体コストが発生するものの、こちらは約32億円程度と回収を施すことを考えれば2桁以上安上がりと言えるみたいだよ。なるほどね。2桁以上安上がりになるなら3の廃棄退役処分とした方がコスト的にも良さそうだもんね。また今回の判断にはボノムリシャールに実施中であった F-35 ライトニング2戦闘機 B 型の運用に向けた改修費用約270億円の費用投入も考慮された末の苦渋の選択だったことが伺えるな。これは投資の分野などでもポイントの一つとなるいわゆるサンクコストの問題であり、ボノムリシャール自体の約1600億円、回収費用約270億円の合計約1870億円を諦めることを意味しているんだよ。こうしたサンクコストという観点から見た場合、結局は先の合計約1870億円に解体費用の約32億円を足した、約1900億円の価値をアメリカ海軍は逸失してしまったということになるだろうな。現在までのところではボノムリシャールの廃棄退役処分決定を受けての、直接の代替艦の調達は要求されていない状態だがけど、それが確定事項はどうかは今後の続報を待つほかないよね。ボノムリシャールの廃棄退役処分が決定したことの影響は、ここで挙げたコスト面以外にも最新鋭機の F-35 ライトニング2戦闘機 B 型の、搭載予定艦艇が減少するという戦力的な意味合いも大きいだろうとなっているよ。
西側諸国の第5世代戦闘機の需要の大半を独占しつつある状態の F-35 ライトニング2戦闘機ではあるが、実はこれも通常滑走路を使用する A 型が中心の状態で B 型は逆に予定数を減らしているとも言えるな。最も調達規模が大きかったアメリカ海兵隊は当初の予定から130機余りを減少させており、それに次ぐ規模のイギリス空軍でも138機の調達予定が守られるのか微妙な状態に陥っているようだぜ。日本の航空自衛隊は航空母艦化改修を行う護衛艦出雲加賀の艦載用に、42機の B 型の調達を進めているけど、アメリカとイギリスの調達数が下がれば機体単価が上昇する恐れもあるみたいだよ。航空自衛隊の42機という数は護衛艦出雲加賀への艦載機として予備機を考えても必須と思われるので、機体単価上昇に伴う調達数減少に日本も見舞われないかと危惧してしまうよな。ボノムリシャールの火災事故の余波が、こうした日本の航空自衛隊の F-35 ライトニング2戦闘機 B 型の調達にも悪影響を与えないかどうか今後の続報に注目したいね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。